はい、皆さん、こんにちは。岡チャンネルです。今日はパート2、一日顧問の第40弾、節目ですね。皆さん、どうでしたか、今まで。多分、最初の方は音声が聞き取りにくかったかもしれませんが、まあ、最近は多分、マイクもつけてるんで、良くなってきてるかなと思います。なので、これからも温かく、見守っていただければなと思います。よろしくお願いします。今日のポイントですが、ポイント1、最初の3語に集中。いつも通りですね。ポイント2、A、B を聞いた時点で絞っておくということですね。絞っておくことによって次の C 聞いた時点でまた2択ということです。2択が2回というイメージでやりましょう。でポイントの3ですね。ストリート英語の必要性。そもそもストリート英語って何かって言ったら、もう巷で通りで話されている英語です。若者とか、まあ普通に若者じゃなくても普通に話されている英語っていうのをストリート英語って言ったりしてます。日本語でもそうですけど、国語の教科書の日本語と普段使っている日本語って全然違いますよね。例えばそれ食べるとかって言いますね。それを食べるって言わないですよね。助詞抜かしたりしますもんね。っていう風に、言葉はストリート英語と、まあ、ストリート日本語でもいいんだけど、ストリート日本語と普通の教科書とは違います。ビジネスとも違います。なので今回このストリート英語の可能性というか必要性っていうのをちょっと話しますね。で簡単例も書いたんですけど、 What are you doing recently? 最近どうしてるっていう時に What are you up to? って言うんです。こっちの人って What are you up to? って言います。最近どうって。 What are you up to? って僕言われた時に初めて、なんだろう、これ習ってないなって思っちゃったんですね。ただまあ文脈とかで分かってくるんですけど、2つ目もそうなんですけど、 I got drunk で酔っ払っちゃったよって意味ですけど、 I got wasted って言うんですね。 I got wasted 酔っ払ったよって。 waste っていうのはもう消費したよって意味ですね。消費させられたよってことです。だから酔っ払っちゃったよってなります。こういうのをストリート英語って言ってます。でこれが本当に喋りたい方がいらっしゃれば、これ結構必要です。なぜかというと、20代だけじゃなくて、若者だけじゃなくて、30代も40代も使っている言葉があるんですね、ストリート英語って。なので、教科書英語とか、もしくはトイックの英語だけでは、到底カバーしきれない部分があります、現地には。だから僕も、今、ルームメイトすごい若いんですよ。20代とかなんですけど、やっぱりね、聞けない単語多いですよ、すごく。みんなで話してても、4人なんですけど、4人で話してても、僕だけね、僕だけじゃないかもしれないけど、んって思うことは何回もあります。で何回も聞き返します。え、何て言ったの、え、何って。で聞いても分かんない時あるんで、その時はまあどうしても知りたい単語は聞きますけど、毎回聞いててもしょうがないんで、メモしたりとか頭の中にちょっと入れておいて後で調べたりとかしてますが、それぐらいストリート英語って幅広くて難しいです。で基本的にはストリート英語ってキュッてなっちゃってるんで、長いのを短くしますね。さっきのそれ食べたっていうのは、それを食べましたかっていうやつですね。それが短くなって、それ食べたいになりますね、日本語だったら。っていうふうに、長いものが短くなってくるのがストリート英語の特徴です。なので、これ見てる皆さんで、特にストリート英語をいいやっていう人は別にいいんですけど、もし将来海外行って、仕事したりとか、もしくは海外の人と仕事のオフの時ね、仕事の中での会話とかって結構簡単なんですけど、オフでの会話っていうのが難しいので、ぜひ現地に行って学ぶか、もしくは日本でも、普通に海外の人とつながれるんで、ネット上で。カンバセーションエクシェンジっていうプログラムを紹介している動画を前に上げたので、ぜひご覧ください。そういうふうにネット上だけでも十分つながることができるので、でそこで、例えばスラング学びたいとか、ストリート英語学びたいっていうふうに言えば、向こうも多分やってくると思うんで、そんな感じで日本にいながらでも学べると思います。だから、現地行くのも一つの手だし、日本で自分で学ぶっていうのも一つの手です。なので、皆さんの希望に合わせて、皆さんのペースでゆっくり学んでいってください。それでは僕は一旦ここで消えますね。では前回の問題流すので音量確認してください。いきます。Number 26. How was your business trip to Prague? A. We signed two new client contracts. B. I can't leave right now. C. They took a direct flight. ということで答えは A でしたね。この音量でいきたいと思います。それでは27番から31番、2回ずつ聞いていきましょう。Number 27. Would you like to go shopping in the afternoon or the evening? A. A new line of shoes. B. I work the evening shift. C. I haven't met her yet. では、2回目いきます。Number 27. Would you like to go shopping in the afternoon or the evening? A.A new line of shoes. B. I work the evening shift. C. I haven't met her yet. ということで、こう言ってましたね。
Would you like to go shopping in the afternoon or the evening? これは簡単でしたね。ショッピングに行きたいですか、午後かそれとも夜かということですね。まあ、evening が夕方から夜のことなんですけど、まあ、夜でいいでしょう。で、ABC 超えてましたね。A が A new line of shoes。B が I work the evening shift。C が I haven't met her yet。ということで答えが B ですね。この evening shift っていうのは夕方とか夜のシフトで働いてますよってことですね。なので、これが案に、夕方働いてるから行けませんよってことを意味してますね。だから答えが B になりますが、A の A new line of shoes っていうのは、A new line of っていうのは何とかの新しい商品とか、まあ、ラインアップって言いますね。商品のラインアップって。同じです、これ。A new line of プラス商品です。新しい商品のそのラインナップってことですね。この場合、靴ですね。なので、このショッピングっていうのと、新しい商品のラインアップっていうので、内容フェイクに入ってますね。そして C の I haven't met her yet。まだ彼女に会ってません。これは内容フェイクにも入ってないし、音声フェイクにも入ってませんね。I haven't met her yet。なんで、特にこれは無視してもらって構いません。ということで、答えは B でした。最初の問題大丈夫でしたか？結構ね、この行きたいですかっていうことに対して、行きたい行きたくないで答えてなくて、夜のシフトですよっていうことによって答えを出しているということですね。こういう問題が最後の後半は多いです。なので注意してください。では次行きましょう。28番。Number 28. Where should we go out for lunch today? A. Oh, I brought food from home. B. I'm not familiar with that restaurant. C. No, he ordered some last week.では2回目行きましょう。Number 28. Where should we go out for lunch today? A. Oh, I brought food from home. B. I'm not familiar with that restaurant. C. No, he ordered some last week. ということで、まずこう言ってましたね。Where should we go out for lunch today? まあ、今回はそんな難しくないですね、これね。今日のランチはどこに行きましょうかということですね。で、ABC 超えてました。A が、Oh, I brought food from home. B が、I'm not familiar with that restaurant. C が、No, he ordered some last week. ということで答えが A でした。これも27番と似てますね。直で答えてなくて、案に断ってますね。家から持ってきたよ、食べ物ってことで、ランチ行かないよってことですね。裏返せば。ということで、後半の問題によく見られる、案に示唆するってやつですね。直で答えない。B が I'm not familiar with。 この be familiar with っていうのは何とかに精通してるとか何とか知ってるってことです。そのレストランのことをあまり知りませんってことですね。で、これランチとそのレストランで引っ掛けてますね。内容フェイクです。それ C の No, he ordered some last week。 彼はいくつか注文しましたよ先週。なんでこれもおかしいですね。まあ一応このランチっていうのを引っ掛けてるのが若干ね、注文っていうのがね。なんで BC 外してもらって答えが A でした。ちょっと書いていきましょう。BC が内容フェイクで、この B の Be familiar with で何とかに精通している、何とかを知っているという意味でした。ちょっと覚えててください。もともとこのファミリーっていうのが家族ですね。家族っていうのはお互いのことをよく知っていると。だから精通しているとか、馴染みのあるとか知っているって意味になります。Be familiar with。では29番いきましょう。Number 29. Why are these concert tickets so expensive? A. The form on the left. B.They're in the front row. C. I see the coat room. では2回目いきましょう。Number 29. Why are these concert tickets so expensive? A. The form on the left. B. They're in the front row. C. I see the coat room.ということで、ちょっと難しかったですね。まずこう言ってましたね。Why are these concert tickets so expensive? なんでこのコンサートチケットはそんなに高いのってことですね。まあこれはシンプルでしたが、ABC が難しかったですね。こう言ってました。A が The form on the left。B が They're in the front row。C が I see the courtroom。ということで答えが B でした。これもあれですね。案に正解を導き出しますね。それらは in the front row、 最前列だからですよってことですね。もちろんこの they っていうのはコンサートチケットを指しています。そして A は the form on the left、 左にある、もしくは左手にある記入用紙です。 form っていうのは用紙とか記入用紙になります。このコンサートチケットっていうのと記入用紙っていうのは若干内容フェイクですね。
そして C の I see the courtroom。 courtroom というのはクロークのことね。あの荷物とか預けるクロークのことです。まあ、コートだからね。なんでクロークが見えます。おかしいですね。ただこれもコンサートっていうのとコートルームっていうのがクロークっていうのが引っ掛けてますね。なんで内容フェイク、今回内容フェイク多いですね。答えが B でした。ちなみに横の列のことをローって言いますが、縦の列のことはラインって言います。店先とかレストランとかもしくは電車とかで縦に並ぶ場合っていうのはそのラインって言います。ただこの飛行機とかね、劇場とかって横の列ですね。横の列だからローって言います。それをちょっと覚えててください。でこのローっていうのは結構パート1で出ますね。なんでこれ一応覚えておくといいでしょう。ローです。ロー。それでは30番いきます。 Number 30. Can I take some vacation days next week? A. We have a lot of work this month. B. You can borrow my phone. C. A great travel deal. では2回目いきましょう。 Number 30.Can I take some vacation days next week? A. We have a lot of work this month. B. You can borrow my phone. C. A great travel deal. はい、ということでちょっと難しかったですね。 ABC がね、こう言ってましたね。まず Can I take some vacation days next week? まあこれはシンプルでしょう、来週何日か休暇を取っていいですかということですね。休暇を取るときに使う単語は take です。例えば明日休んでいいっていうときに Can I take a day off tomorrow? って言ったりしますね。 Can I take a day off tomorrow? 書いておこう。でこんな感じで使ったりしますので、ぜひ覚えててください。で ABC 超えてましたね。これ難しかった。 A が We have a lot of work this month. B が You can borrow my phone. C が A great travel deal. ということで答えが A でした。今回は4問続けてこの案に答える、アンにっていう、なんだろう、アンに答えるとあんま言わないかな。アンに示唆させる問題が多いですね。例えば、これもそうですよね。その、休み取っていいってことに対して、いや、今月は忙しいんだよってこと言ってるんで、取っちゃダメだよってことですね。裏返せば。っていうふうに、この後半は非常に多いですね、これがね。想像させて、考えさせて、答えさせる問題ですね。で、B が、You can borrow my phone っていうのは、この take と borrow っていうのが、少し、同じような、ジャンルに入るんですね。take っていうのは取るって意味ですね。持ってくとか。で、borrow っていうのは借りるってことですね。なんで、これは動詞だけのフェイクに入ってますね。なんで、一応これは内容フェイクというか、まあ、動詞のフェイクですね。動詞。そして C の a great travel deal っていうのは聞き取りにくかったですね。deal。deal っていうのはもともと取引って意味があります。取引。で、取引から派生して、セール品とかバーゲン品って意味があります。そこからお買い得なってイメージになります。だからとてもお買い得な旅行ですよって言ってますね。これバケーションっていうのとトラブルっていうのが内容フェイクに入ってますね。今回は非常に多いのが内容フェイクですね。書いていきましょう。ということで B が動詞の内容フェイクですね。まあ、ちょっとおかしい言い方ですが、この take と borrow っていうのがセットになってると。同じジャンルに入るということです。で C が完璧な内容フェイクでした。大丈夫ですか？ではラストいきましょう。Number 31. Did the furniture shipment go out this morning? A.A one-week sale. B. It looks nice in this room. C. Shipments are always in the afternoon. では、2回に行きましょう。Number 31. Did the furniture shipment go out this morning? A. A one-week sale. B. It looks nice in this room. C. Shipments are always in the afternoon.この問題ちょっと難しかったんで2回流します。問題文2回流すので紙とペンがある人はちょっと書き取ってみてください。ない人は頭の中で想像してみてください。では1回目いきましょう。 Number 31. Did the furniture shipment go out this morning? では2回目いきます。 Number 31.Did the furniture shipment go out this morning? こう言ってましたね。Did the furniture shipment go out this morning? これ難しかったのは2つですね。Furniture shipment、家具の出荷っていうのと go out。まあ、out がね、あんま言ってなかったね。強くね、go out って言ってませんでしたね。ただ、この out 必要ないですね、特にね。なくてもいいです。普通に、この furniture の shipment は出ましたかと、今朝ね。ということですね。
全部聞き取る必要ないですね。ABC 超えてましたね。A が A one-week sale。B が It looks nice in this room。C が Shipments are always in the afternoon。ということで答えが C でした。今回ね、ちょっとこの問題集は、僕前言ったように、このシップメントっていうのがあったら、音声フェイクでこれは答えじゃないですよっていう問題が、今回2問ありましたね。25問中2問。なんで、非常に珍しいです。普通ならこのシップメントっていうのが、こっちにあったら答えじゃないんですね。ただこれが答えになったケースが、普通は25問やって1問あるかないかなんですね。で今回は25問中2問あったんで、非常に珍しい25問でした。で、一応答えが、出荷はいつも午後ですよということですね。で、A は、one week sale っていうのは1週間のセールです。これおかしいですね。内容フェイクですね。このシップメントっていうのと、この sale っていうのを引っ掛けてますね。そして B の It looks nice in this room。looks nice in this room っていうのは、この部屋によく合うよって意味です。これもだから、furniture っていうのと家具ですね。家具がこの部屋によく合うよってことで内容フェイクです。なので、今回は音声フェイクはゼロでしたね。珍しい5問でした。できましたか？今回で40段で一応31万終わったので、25問中何問できたかちょっと数えてみてください。で、できればコメント欄に、このくらいできたよとか、これが難しかったよとか、っていうのをコメントをいただければ嬉しいです。振り返りましょう。31番が内容フェイク2つありました。30番、ぜひこのね、take a day off っていう言い方を覚えておいてください。使えます。そして29番が列ですね。row っていうのは横の列。縦の列は line です。28番が熟語ですね。be familiar with。なんとかに精通している。なんとかを知っているということですね。27番が内容フェイク1つでした。まあ、取ってほしい問題の1つでしたね。ということで、今回の5問は結構、直で答えないで、こう、遠回しに答えるって問題がありましたね。最後の5問とか10問にありがちなパターンです。ぜひこの5問マスターして、こういう答え方もあるんだよということを知っておいてください。次回から41段になりますが、これからは50段目指して頑張りたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。オガチャンネルでした。失礼します。オガチャンネルでは英語の勉強法と旅の動画を配信しています。登録者数1000人を目指して頑張っています。ぜひコメントとチャンネル登録をお願いします。